一之助のから元気だな。本当ですね。あの野郎さ、はい、本当だよ、あいつは。本当に育児の野郎でさ。あの、口だけ大きくて。今、なんか、伊集院が来るらしいよ、お前、今度の編成変わるからって、はいはいはい。で、会ってたら、あ、来るんですか、あ、じゃあ僕終わったらすぐ帰ります。育児のない野郎だよ。本当ですね。伊集院が来るんですか、ただ帰り道、伊集院さんいますから。来てますからね。逃げるわけにはいかないです、ね。あるんだよな。ね、さあ、3月の15日、本当に一之助、ダメだな。そうですね。本当にさ、いざとなるとさ、本当に役に立たないな、ね、あの男は。あの、火をつけては去っていきますよね。そうそうそう。そう去っていきますよね。敵に回すと面倒くさいけどさ、味方にすると役に立たないな。敵に回すと面倒くさいけどさ、落語にありそうですね。味方にするとクソの役に立たないな。逃げ足だけが早いんだよ。ね、一之助はな。あの辺が面白いですよね。あの辺がね、我々、はい、日大の教えなんだ。教えなんですね。日大の流れですか。まあ、俺一人そうだからね。しょうがないですね。興奮だから、興奮。で、受け継いでんですね、綺麗に。そうそう。ああ、受け継いでんだ。隠れながら、逃げながら、林原君バカ野郎とか言ってさ、林原君とか言ってんだよ。みんな、志らくもさ、みんな言ってんだよ。堂々と言えばいいのにさ、腰が引けてんだよ、みんな。腰が引きながら、エビみたいな、こうやって、腰引きながら、林原君とか。日大とか言ってんだよ。でもそういう人たちは面白いですね。そういう人たち面白い。本当だよ。どうあれ見たあれ。ですか。あの大谷選手の、はいはい、選手の奥様が、はい、あれさ、ね、飛行機の SNS で飛行機をバックにさ、うん、はい、ツーショットが、ツーショットが、はいはい、パッと出て、はい、でテロップが大谷さんと奥さんで、はい、でさ、あれさ取材もしないで鵜呑みにしてるけどさ、はい、あれまあ若かったからいいよ。はい、あれ万が一さ。飛行機の前に大谷とさ、はい、80のばあさんが映ってたらさ、はい、大谷と新妻って書くのかね。はい、いや、それは書きますよ。それは一応妻としては新しいってことでね。80でも、はいはいはい、新婚だから裏取ってなくても、うん、そうじゃないですか。パッとテレビ出てる。あれは公式が上げてるんで、うん、公式なのあれ、はい、多分あのドジャースかなんか公式が上げて、あ、そうなの。でそれを大谷選手がご自身の SNS でまた引用されてるんで、そういうことなのか。確実では、あ、じゃあ確実ではあるのか。確実です。確実です。100%してるとそういうこと書かないですぐ、はい、8時ぐらいのバースが横にいたら面白いだろうなとか。面白いですよね。それはそれでね。うん、面白いですね。はい、俺の頭おめでたいことで。そういうちょっと駆動感じゃないけど、ドラマ作ってほしいですね。うん、そう、ドラマが、ね、できるから生まれるからね。イニシエのニズマみたいなね。そうなんだ。はい、そういうのあったんだけど、ね。イニシエがいいですよね。イニシエのニズマ。俺、熟女好きだから、イニシエのって面白いですよね。イニシエの好きなの、お前。はい。イニシエが一番ですよ。なんだかわかんない。昨日もなんか松本明子のライブ行こうとしたんだって。行こうとしました。はい。アッコがなんかさ、あの、なんだっけ、不毛の、不作の。不作の83年。はいはい。やめてください。口から言いにくいですね。私の生まれ年もあるんですからやめてください。はいはいはい、その年生まれた。はい、83年組の。不便な。はい、アイドル。アイドルね。不便、不作なアイドル、はいはいはい。昨日あったんだよね、ライブ。そうなんですよね。あの、木本ゆう子ちゃんとか小林千恵ちゃんとか、ね。おあと、川上幸恵ちゃんっていうね、私の中の幻のアイドルがいるんです。幻の不作がいるんですよ。幻すぎません、それ。はい。ちょっと存じませんけど。存じないですよ。存じないですよ。私だけが知っている。すごい。高橋慶三。どうもどうも、高橋慶三です。高橋慶三。私だけが知っている。はい。事実は小説よりも嫌い。いいこと言いますね。いいことじゃない。フレーズだから、テレビ。テレビの司会の。それ言ったの、うん、行こうと思って、うん、ケネディ銀座なんとかったんとかっていう場所だったらしいですよ。何ちょっと可愛くなったんですけど。からケネディって出ると思わなかったね。ケネディ銀座なんとかっていうから。ケネディハウスだろ、加山雄三さんとこだろ、ライブハウスだろ、昔。加瀬邦彦さんの。そうだよ。ワイルドワンズ。ワイルドワンズ。そうだよ。いや、もうわかんないけど、ケネディなんとかっていうから、ケネディハウス。銀座中ぐるぐる回ったんですよ。うん。だけど、わかんなかったんですね、店が。店っていうか、それ。お前、何もわかんないな。はい。はい。お前、なんで調べてかな。で、アコさんに、今日やっぱりね、不作だけども、なんかこう、頑張ってるじゃないですか。不作だけど頑張ってるから、僕もちょっとこう、川上吉ちゃんも出るから、見に行こうかなって思って、回ったんですけど、店わかんないので、不作だからいいかと思って。いいかと思って。知らんない。そういう理由で現場でそう判断したのか。判断しました。街を歩きながら、はい、あ、行かなくていいやと。いやー、これ行かなくていいかなと思ってですね。行っても場所がわかんないので、ぐる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 回ったんですよ、銀座を。ぐるぐる回ったけど、わかんないんですよ。路地裏も回ったんですよ。どこかわかんないんで。あ、だから中澤さんの絵の個展に行って。絵の個展行って。はい。なるほど。いい判断でした。いい判断だったな。はい。あれ、お前、あれだ、はい、なんだか。
カレンダーの私会ですか。はい、4月始まりのカレンダーの私会が、はい、ありまして、土曜日に、はい、今日はあの先生とね、まっちゃんにもね、そうです、ありがとうございました。見ていただける感じですけれども。私できたの、ちゃんと。はい、もうたくさんの方来てくださって、ありがたかったり、はじめましての方もいまだにいらっしゃったりとかして、女性もね、来てくださったりして、すごい、あの、ラジオネームを皆さん言っていくっていう、それがもう恒例、はい、ビバリストも多いので、何々ですって言って、ああ、ありがとうございますって。わかる、わかる、やっぱり。わかります、わかります。メールにくださってる方もいたりして。電話に出た人もいたんですよ。はい。先週ね、あの、IQ クイズ。俺、これ渋谷の、昨日、おとついか、渋谷で今、昔の渋谷の映画館展っていうさ、文化博なんとか、あれでさ、やってんだよ。それで渋谷区のさ、昔の映画館のことを全部再現してさ、資料を全部、あ、見てこようと思って、したら一緒に行った渡辺が、先生、せっかく渋谷来てるんですか、ハチ公バス乗りましょう。地域のバスあんだろ、はい、ちっちゃい。すごいんだよ、ハチ公バス。絵が描いたんだよ。いいね、お前、ハチ公。後ろ送るんで、ハチ公に餌あげてたからね。あ、そう、そうですよ。そうだよ。ハチ公バス乗ろうって、パーって歩いてて、あそこ、バス停あそこで、パーって行ったら、ちゃんとハチ公だから待ってんの、こうやって。そこ、へーって驚くだよ。笑うとこだろ、へーって、そんなわけねえだろ、お前。ハチ公のとこあるんだと思って。ハチ公だから待ってるって落ちない、今は。あ、そうですね。ずっと。ハチ公のバス停なんだ。そんな待ってるわけねえだろ、渋谷がわかんなすぎて、すいません。待ってなくて。それでは、そろそろ参りましょうか。はい、今日はタイムマシン3号が生登場。さらに、あの人も登場。はい、高田文夫と。松村邦夫と。石山さやかの。ラジオ、ビバリーヒルズ。そうで今入り口入ってたらなんか大きいのがいてさ、ぶつかるなってなかなか入れなかったのスタジオ。だからあれは移住員なんだ。そうです。松村大きくなったなと思ったんだよ。いやいやいや、マッチャル大きいもんね。僕の大きいっすね。マッチャルの方が大きいかもですね、はい、横に大きいかもしれないですね。マッチャル、そうですよね。ピーク155キロもあったんですからね。あ、そう、伊集院さんは、はい、ね、タイムマシーンもだって大きいだろ。そう、今日デブ特集ですよ、今日ブーデーデブ特集、ブーデーやろう、ブーデースペシャル、はい、ブーデースペシャル、最高ですね。はい、はい、そんなこんなで、じゃあ今日も1時まで生放送。愚痴の減らないやつ、この時間は白鶴酒造がお送りします。小沢幸吉です。愛を込めてこの歌を送ります。へんやまるへんやまるおいしまるへんやまるみんなまる日本の酒、白鶴の丸。お酒は二十歳になってから。骨董品がお好きなあなた、今週土曜日は小田急江ノ島線相鉄線大和駅へ。改札口を出るとそこはもう骨董市、たくさんのお店で思わぬお宝に出会えるかも。朝7時から雨でも開催、詳しくは大和骨董市で検索。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。建設現場や工場でアスベスト、石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。特に、中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方、または、労災保険を受けた方や、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は、対象の可能性が高いです。対象者が亡くなっている場合は、遺族の方が対象です。まずは、あなたも救済の対象かご確認を。お電話は、0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。日本放送ラジオビバリーヒルズ。じゃあ、これでメールかな、はい、はい、今日のテーマは、寝不足の理由ということで、今日3月15日は世界睡眠デーだそうです。あ、そうなんだ。まあ、睡眠についてのこう意識を高めていこうということですね。はい、今日は睡眠不足の方からその理由を募集します。深夜までラジオ聞いてます、ゲームしてますなど、寝不足の理由ね、教えてください。はい、あとはですね、12時台に登場するタイムマシン3号さんへの質問やメッセージもお待ちしております。はい、受付メールアドレスは、hills@1242.com、ファックス番号は 0570-02-1242 です。お待ちしております。はい、多分見当違いかもしれないんですけど、社内ランのことを一から質問できたりとか、やっぱ違いますよね。今のはなしで。今のはありです。社内ラン環境のことならご相談ください。 NTT 東日本。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。現在、キャッシングやカードローン経験者を対象に現金が返金されています。例えば、4万円程度でもお借り入れを繰り返すと、27万円を受け取れる可能性があります。
あなたが受け取れるのかは電話で確認できます。受け取れるかの確認に費用はいただきません。周りの方に知られることもないし、しつこい営業電話もありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 であなたが受け取れるかご確認ください。高島彩のナスバのお話。車に注意。でも、もしも事故にあったら、12病院ににナスバ。ナスバは事故の後も被害者を支えるのよ。事故にあったら12病院ににナスバ。助けながね。国土交通省ナスバ。中川家のレイジです。強しです。今日の中川家ザラジオショー、ゲストに学天則がやってきます。去年東京へ進出。恵比寿や中目黒でチャラチャラしてないか問い詰めたいと思います。余剰君は国分寺で地元野菜の美味しさに感動したそうです。東京の話も絶対に聞きます。放送は今日お昼1時から。文雄のちょっといい話。この時間は高立地続々オープンハウスがお送りします。あいつ神宮球場だとやたら狙うんだよな。ホームラン？ただのホームランじゃないぞ。オープンハウスホームラン賞だ。オープンハウスホームラン賞？スワローズの選手に東京の家がプレゼントされるんだ。へえ。あなたと違って太っ腹ね。東京に家を持とう。オープンハウス。三宅裕司さん、熱海五郎一座の制作発表会が日本放送で開催されたそうですね。はい、どうも三宅裕司です。熱海五郎一座新橋演舞場シリーズ第10回記念公演東京喜劇スマイルフォーエバーちょいわる淑女と愛の魔法、伊藤史郎さんが出ますよ。なんだよ因縁つけられて始まるラジオってありますよね。なんだよ、なんだよじゃないですよ。だから座ってっけで。先生、そうです、この時間はゲストに来てくださったのが、ゲストで来てくださいます。伊集院光さんにゲストに来ていただきました。お願いします。ゲストね、ゲストって言えば1回で帰んだからな。一回もう来ちゃいけないんだから言っちゃったけど、ゲストって言ったんだよ今。なんとか滑り込んでください。角角におしっこしていこうと思ってるんだけど、あんなでっかいのが滑り込めるわけないだろ。大怪我するわみんな周りが。お前そういうことだよ。なんだよだから。なんだよ。だからなんだよ。高田先生の、前を、前座を務めさせていただくことになったんですよ、私。どういうことですか？ 4 月の1日から、はい、月曜日から金曜日まで、11時20分から11時30分の10分番組を、私がやるようになって。これ始まる、11時半始まる前の10分。前です。うん。カッキーとね、一之助がね、はい、すげえ嫌だっつってた。マジっすか。すげえ俺に愚痴るんだよ。なんだよ、あいつ後からホリプロ入ったくせにカッキーはな。だろ、あいつなんだよ。これね、愚痴がすごいんだよ。俺の方が先輩だからね。ホリプロでは先輩だから。乗っかってるし。カッキーがさ、俺にさ、いやですよねー。ちょっと待ってくださいよ。カッキーの数字がぐんって上がったのは、俺が TBS と揉めたからなんですから。そういう意味では、俺に大感謝してもいいぐらいな、揉めたんですから。そう。そういえばいなくなったなと思った。それでいて、その路地裏でね、濡れて泣いてたら、日本とか拾ってくれたっていう、こんなところに。あ、そうなの。ええー。あ、そうか。そう。真裏だもんな。そうだね。そういうことなんですよ。だから変な番組。一之助も嫌だっつってさ、さっき言ってさ、逃げたね。あいつ、降板したじゃんかよ、落語入ったの、俺の方が早いし。でも俺は真打ちだっつったよ。あ、そっか。二重が二つ目だったでしょ、先生。私はちゃんと立派な真打ちになりましたからね。そうそうそう、裏で強いから、裏で強い。押しも押されもせぬ感じになっちゃってますから、ね。看板だから落語会になって。やばいな、もう。そうでね、10分間ずつどういうことやるの？これね、謎の番組で、謎なの？謎なんだよ、謎は。俺は謎嫌いで有名なんだから。謎嫌いで有名だよ。よ、謎嫌い。ほら、謎嫌い。メディアに謎嫌いって書いといてください、調べるから。だからそもそも、謎はあの、ナイターオフに、夕方、火曜日から金曜日の夕方5時半から、6時までっていう、ラジオやってたんですね。夕方ね。はい、はい。で、ここにメールをいっぱいもらって、とにかく読んでくっていうのをやってて。もう夕方。で、そしたらこれ、ナイター始まったら終わりだって言われてたんだけど、はい、そりゃそうだ、普通は。ついてやりまして、立ち退きたくないっつって。あ、お前ね、立ち退き反対の、立ち退き反対の、座り込み立ってだけ、鉢巻きやって。鉢巻きやって、看板持って。知らねえ、この野郎っつって。で、椅子座ったのけ。で、椅子座ったら、うん、まあ、ナイターが大事だから、10分短くなって、これが、夕方5時半から5時50分の番組になって、で、10分減ったから、はい、はい、はい。って5時半、そうだな。そう。うんうん、そどうしてくんだ、この野郎。試合が短くならないからな。そうそうそう。試合の方を7回でやめてくれって言ったんですけど、ちょっと3回から始めてくれとか言えない。そうそう、できない。うん、先生元気ですね。75だよ。お前の師匠より年上だよ。
俺の子分だよ、お前の師匠は。俺の学生時代から。円楽師匠。学生時代から子分だよ。使いっぱしりだよ、俺の。10分減った分を、今度は昼間に10分番組やらしくっていう。その発想が違うね。すごいね。なかなかなくて。夕方減ったから。はい。なんか午前中持ってきたわけ？だからよくあるじゃないですか、ね、台所とかで変な隙間に入れる棚。ありますね、はいはい、中途半端な隙間に入れる棚みたいなやつで。わかんないとこに。じゃあすいません入れてくださいっつって、うん、ここ10分。棚なのお前。棚です。はい、旧姓田中でございます。はい。旧姓田中。はい。田中です。お前、養子なのお前。養子お前、養子野郎なのお前。これ、養子野郎って、全国の養子に怒られてたから、何を養子野郎って言うんですか。そんな、怯えなくていいんだよ、放送に。いちいちいち。養子様っすかね。養子様っすね。それでどうしたんだっけ田中で。田中で、そこ行っちゃうとまた変なこと言っちゃうんだから。で、その昼間の番組を、こう、その10分間だけやらせてもらって、聞きましたよ。要するに、そうすると俺がここが録音になっちゃうと、その前がね、ポイントが人生相談も20分録音なんだよ。そうそうそう。それでその後10分間でね、はい、あいつらが戻ってきてさ、喋、はい、るんだけど、はい、そうなの。それ録音録音になっちゃうんだよ。だから普通だったら柿花さんが最後締めて、うん、で、うん、ここに渡してたのを、うん、俺がこの隙間入ったのに録音なんてクソ生意気なこと言ってるから、うん、あの流れが止まるっつって、うん、先生が怒ってるって聞いたから、うん、カンカンだよ。カンカンなんかい。そこは否定してちょうだいよ。若手が頑張ってんだから。カンカン75だから。で56で不快なことはしないの俺は。だから、うん、まずはとりあえずご挨拶来ておかないと、うん、そりゃそうだよ、はい、そりゃそう、あのカンカンでもあっだからさ、はい、で10分だろ、だ例えばちょっと寄ればいいんだからさ、毎日生でやればいいじゃん、10分、あ、それもありですね、10分間生いいよ、毎日10分間、それ毎日10分毎日毎日一気にさ、はい、一旦やってもらっていいですか、体脂肪も減る、うん、自分で新聞買いに行くジジイいるじゃん、たまにちょっとあれみたいなほど毎日だから毎日来るっていう、寄って10分間喋って帰る、喋って帰る、いいよな、老後お前生で温まったところで帰んの、そう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 、ね、しかもジョイントだけやって、はいはいはい、やって、それで俺からボロクソ言われて受けてボロクソ言われて何だいつはって言われて、そのうちなんかオープニングも一緒に出てちょっとね、そうそう、ね、それはいらないんだよ、いらないですか、それが余計なんだ、それは邪魔なの、邪魔なのよ、それは邪魔なの、お前お前でマッチョスタジオにいるんだよ、生で10分だけ喋って帰るんだ、あそう、新聞書いて、難しいな俺、じゃそれ人生相談聞いて、でいて聞いて、ここはジョイントないから回答をフォローしてもいいんだよ、人生の終わっちゃうじゃん俺の番組10分しかないのにさ、そういうの聞きたいんだよ、だからそうなんで終わっちゃう、回答フォローしてでいてこことジョイントするじゃん、もうないじゃん喋るとこ全然こんなのつなぎ号、いやいやつなぎ号、そういうパプリックが面白いからつなぎ号だよ、それこそだ、落語家時代も客来たから降りろって言われてたんだから、でもう若手なんかみんなそうだから、いやでもなんかでも今の聞いて、うん、俺なん今もの夜の番組も、うんうんうん、なぜか週にランダムで生やるんですよ、はいはいはい、たまに生やってんの、はい、だから、うん、もう来てもう意地でもジョイントしてもらいますよ、したら生一回二回来ますから、いいよ、いいですか、大丈夫ですか、うん、生で来てんのに、それかも、それかも最悪、俺が、はい、俺自体が12時20分から始めるって言うのいいんじゃない、どういうこと、どういうことだから、なくなっちゃう、なくなっちゃうね。だから俺が20分から喋れ、ずっと。おかしいですよ。好きあらば、後輩の仕事を取っていこうっていう姿勢はおかしいんですよ。そうやって生きてきたんだよ。そうやって生きてきた。そうなんだ。どうも、ここ隙間あると思ったら、そうそうそう入っちゃうやり方で。そうですね、自分の繰り上がり。だからまあ、何、要するに、何でも質問くれってこと、メールの。すごいのが、メールテーマって毎日、こう一つ出したりするじゃないですか。はいはい、あれがもう一気に100個あるんです。ホームページにもう1個100個あるんです。え、どういうこと100個あるって。いろんな、なんかこう、例えば、最近全力疾走したこととか、もうバラバラ、うん、一番好きな鳥とかが、うん、ホームページなんか行くと、もう100個、うん、もういっぺんにあるんです。うん、で、行って、そこの、いっぱい来たやつからどんどんやっていくって。それを見て買って、それのテーマで、書いてくるわけだ。書いてきてもらいます。うんうんうん、で、ってこっち側は、あ、これが今評判いいから、じゃあこれから出していこうって。まあまあ、種に例えてるんで、種が膨らんできたところで、こう、花を咲かせていこうっていうシステムです。咲かれされてもな。人を生高泡立ちそうみたいに言わないでください。お前何咲いてんだ、これ。花粉が大変だ、されてもな。虫も来てるじゃねえか、バカ野郎つって。何咲いてんだ。咲かされてもな。花咲かせようとしてる後輩にさ、何咲かしてんだよって、どういうことなのこれ、ねえ楽しそう、ねえ、いや毎回生でじゃあ、ね、いやいやいやダメです、ちょっと最初だけ生で、ね、そういうことを言ってると本当にあいつ来ねえじゃねえかって怒っちゃいますから、ね、本当に怒りますからね、先生大変なんだ、事務所めちゃくちゃなスケジュール入れてきますからね、そうだよ、誰が決めたのこのスケジュール、はい、このスケジュールは日本放送の人と、うん、それからうちのマネージャーが決めてて、うん、この間なんか最後、うん、生の日ですよ、ここで、はい、生で、はい、ありがとうございましたって言った後ちょっとこう続くじゃないですか、はい、音楽が後ろ、うんはいはい、その間にもうタクシー乗ってるんですもん
下降りて、下降りてタクシー来てるからすごいな、もう。TMC 行くからっつって。ピンクレディ並みだね。はい。全盛期の。ここで倒れるよ、みたいなさ、腰掛けして。俺目の前で倒れたことあるもんな。ギャラが出るってスケジュール入ってんだもん。何スタで倒れるって。スケジュール。ピンクレディの K さんに聞いたら、眠くなかったんですかって言ったら、睡眠時間どれくらいだったんですかって言ったら、気絶するから、つって。俺2回ぐらい見たもん、目の前で。あ、そうなんですか。だってスタジオ回ってると遅いからさ。ちょっと待ってください。全盛期のピンクレディにして扱いめちゃくちゃ悪くないですか、俺。ただの忙しい人ですよ、僕は。ということで、お時間来てしまいました。じゃあ、いつからこれは。これが4月1日からです。1日から。はい。はい。月金。はい。月金です。お願いします。一緒に学ぼう SDGs。あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活を確保し、福祉を推進する。それがゴール3。すべての人に健康と福祉を。日本放送は SDGs の達成を目指します。すべての人が健康で幸せでいられるように。私たちは HBOC と呼ばれる遺伝性乳がん、卵巣がんなどを診断するゲノム医療を通して、患者さん一人一人に合った治療の実現に貢献。ゲノム医療と未来へ。ミリアドジェネティクス。あの人にお花をプレゼントしたい。だったら茨城のお花ね。茨城のお花？バラや菊にカーネーション、グラジオラスなど、茨城はお花がたくさん栽培されているのよ。へー。あ、お花屋さんだ。すみません。茨城のお花ください。ちょっと。お花もいっぱい茨城。JA グループ茨城。菓子食品の現金問屋。古田敦也です。家を売りたいけど住み慣れた家を離れたくない、そんな方にハウスドゥのハウスリースバック、住みながら家が売却できるんです。その家をハウスドゥが新築またはリフォームしリースするサービスも、もちろん再度購入もできます。詳しくはハウスリースバックで検索。ハウスドゥ。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか。周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。福山雅治です。ラジオをお聞きのあなた、毎日何時間眠っていますか。3月15日世界睡眠デー、共に眠りについて語り合ってみませんか。福山雅治のオールナイトニッポンゴールド、睡眠は気になり、放送は今日夜10時から。今夜は寝かせないよ。ここで千葉工業銀行がお送りする産経新聞ニュースです。ニュースデスクの畑中さん、お願いします。はい、お伝えします。国会は今日参議院予算委員会で新年度予算案に関する集中審議が行われています。立憲民主党は自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件をめぐる追及を続けました。立憲民主党田名部正代議員と岸田総理大臣とのやり取りです。連名に出席をされたのはたったの3名。この結果についてどう思いますか。これで十分だと思われますか。説明責任は、この尽くされたかどうかは国民の皆さんが判断されることであります。まだ疑念が残るということであるならば、これは引き続き説明責任を尽くしていかなければなりません。なお、予算委員会に先立つ理事会で立憲民主党は、昨日の参議院政治倫理審査会に出席した世耕弘成、西田昌司、橋本聖子の各議員の承認喚問を要求しました。弁明で疑惑が深まったとしています。これまでの技能実習に代わる外国人の人材受け入れの新しい制度に関する法案が閣議決定されました。法案は育成就労創設に向けた技能実習適正化法と入管難民法の改正案で、今の国会に提出し成立すれば2027年にも新制度が始まります。法案の意義を強調する小泉法務大臣です。外国人材を長く、日本に働いていただいて、スキルアップをしていく、人権を尊重する共生社会を実現するというために非常に重要な法案であるというふうに考えております。で、法案は外国人の人材を即戦力と位置づける特定技能と対象分野を揃えて移行しやすくし、中長期的な就労を促します。
能登半島地震で甚大な被害を受けた石川県輪島市の私立小学校で今日卒業式が開かれました。でこのうち門前地区では先月19日に授業を再開したものの自宅に戻れず避難先から通う児童や市外からオンラインで出席する児童もいました。でこうした中、北陸新幹線の金沢駅と敦賀駅の間が明日開業します。斉藤国土交通大臣は地震復興の弾みとなることに期待を示しました。北陸新幹線金沢敦賀間開業の機会も捉え、北陸応援割についても明日から開始することとしており、風評被害を早期に払拭するため、失われた分の旅行需要を新たに喚起することで北陸4県の観光振興につながるよう期待しております。一方、開業に伴い特急サンダーバードが敦賀駅から東で運行を終えることになり、石川県七尾市の和倉温泉駅では今日この駅始発の最後の列車を駅員が見送りました。在日アメリカ軍が飛行を再開した輸送機オスプレイに関し、木原防衛大臣は記者会見で安全対策に万全を期す考えを強調しました。飛行の安全確保は日米共通の最優先であるということは改めて確認をいたしました。引き続き日米間では緊密に連携しながら安全対策には万全を尽くしていく所存です。防衛省はおととい日本国内での飛行を段階的に再開すると発表し、昨日はアメリカ海兵隊のオスプレイが沖縄県宜野湾市の普天間飛行場を離陸し、那覇市の住宅街を飛ぶのが確認されています。おしまいに、楽天モバイルのスマートフォンなどのデータ通信サービスで現在障害が発生しています。楽天モバイルによりますと音声通話に影響は出ていないということです。この時間のニュースは以上です。ありがとうございました。千葉工業のローンはマイカー購入、教育資金、リフォーム資金など目的に合わせて選べるからピンチの時に本当に頼りになるんだよ。詳しくはホームページを見てね。千葉工業、ご契約には審査があります。ご利用は計画的に。続いて、網戸のことなら日照がお送りする日本放送天気予報です。関東地方は朝から青空が広がっています。今日も晴れて暖かくなるでしょう。東京も今日は晴れ、最高気温は東京や横浜で17度、埼玉で18度と昨日より1度から2度高くなるでしょう。前橋は20度まで上がりそうです。ただ今日も花粉が大量に飛びますので、花粉症の方はしっかり対策をしましょう。土日も晴れて春本番の暖かさが続きそうです。以上、天気予報でした。フィギュアスケーターの渡辺美です。網戸のことなら日照にお任せですよね、日照さん。どんなサイズの網戸でもどんな窓にも網戸を作り続けて半世紀以上の歴史を持つ日照が諦めずに作ります。その網戸諦めないで、諦めないで、網戸のことなら日照。続いて日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの橋山さん、お願いします。はい、お伝えします。中央道が車両火災のため通行止めになっています。中央道の大月ジャンクションと勝沼インターの間は乗用車の火災のため上下線とも通行止めになっています。県央道の筑波ジャンクション方面に向かう外回りは埼玉県の勝負パーキングエリアで事故のため5キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内の環七通りは練馬区桜台陸橋でトラックなど車3台の事故のため外回りを使っての対面通行になっていて外回りが3キロの渋滞です。さらに外回りは足立区貨幣3丁目に故障車が止まっているため2キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの橋山でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は12時27分頃お伝えします。この後はタイムマシン3号さん登場です。お楽しみに。コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット。4月28日日曜日、神奈川県民ホールに飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子ほか論客たちが集結して激論を繰り広げる。チケット好評発売中、詳しくはイベントホームページまで。
え、あのゲームも全部タダ？完全無料のオンラインゲームが遊び放題のボンズフリーはあなたのちょっとした隙間時間の味方。いつでもどこでも誰でもタダで遊べて面白い。今すぐボンズフリーでお気に入りのゲームを見つけて。ボンズフリー。おいしいルルルルバンバタロール。わ、いい香り。柔らかい。マーガリンと合う。そうなんです、この味大好評です。山崎ルバンバターロール。太田プロ荻野さん、今週はタイムマシン3号がゲストです。もおげたということで、おたぶろのおげたでトゥルタロに続いてタイムまでタコまでお出会いだと、トトトトトトトたくさんまだ気にいるかじゃたたまだじゃトト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 マ。てて何言ってっかは。ちょっとタイムマシンがお世話になります。要するに太田プロだから。どうなんですよ。弟が登場、はい、ね。鉄柱兄貴がお世話になりました。鉄だってはどうも。鉄だってはどうも。はい、そういうわけで今日も11時半から生放送のビバリーヒルズでございます。はい、お相手は。はい、お相手は国、松村邦弘と。自分の名前ぐらいちゃんと言えよ、まず。国弘と。名前の方から言っちゃって、国弘から言っちゃって。国弘と見るかなと思って。思わねえよ。いや、すみません。はい、松村早。あ、なんだっけ、磯山です。はい、なんだけどお前が紹介しなくていいんだから、はい、言ってもらえばいいんだから。さあ、そして今日はゲストはもう一度方来てくださって、こいつがまたね、売れちゃったんだよ。いやその前、はい、地獄だったんだよな。言わないでください。後でゆっくりひもといていいですか。そうです、はい、地獄時代は、マネージャーの篠さんも言って高田先生のご指名で来ていただきました。太田プロ所属タイムマシン3号の山本浩二さんと関太さんです。よろしくお願いします。ご指名だなんてそんな初めて聞きました。嬉しい。ご指名ないよ。いいキャバクラみたいなね。永久指名でお願いしたいですね。永久指名。お前、関太として何ちゅう名前してるんだ。いや、これもちょっと芸名ではあるんですけど。芸名なんかも関太として。そうなんですよ。ちょっと太りすぎてたんで、先輩がもう太しでいいんじゃないかってことで。あ、それで芸名なのこれ。はい、買いました、これに。本名ないもんな。そうなんですよ。今日デブが多いんだよ。あ、確かに。さっき伊集院が書いたの。はい、はい。っちゃいい。僕がいいですよ。あ、いや、伊集院さんもさっきすれ違う時に、いい太り方してんなって。どういう、お笑いのことは何にも言ってくれなかったですけど、いい太り方してんなーって俺のこと見て。今喋ってる関太氏の方が太ってる方ね。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ、簡単なプロフィールご紹介します。お願いします。タイムマシン3号さんのぽっちゃりの方、あ、デブの方。わかりますって、なんとなく。直すんですよ、普通ね。デブ、はい。関太氏さんは1979年、日本で最も美しい村と呼ばれる、群馬県の国村、六甲村とかで、国村。現在は、誰もいないです、中野城町。国村初、国村初です、ね、はい、現在中野城町のご出身でございます、はい、お友達の家まで30分以上かかるという自然豊かなね環境で、そうですね、そんな中で育ちまして一番面白いのがテレビだったそうで、高校卒業後東京アナウンス専門学校に田舎門独特の志望だな。田舎門独特の都会だと思いました俺これ。独特のやっぱ東京アナウンス学校、そうなんですよ。そしてそこで出会ったのが相方の山本浩二さん。もういたのそこに。はい、いました、ね、よろしくお願いします、はい、僕もいました。メモ出ずに。そうなんですよ。メモ出ずに。メモ何も18ですから。そうですか、うん、出ようがないでしょだって。あ、そうか、はい、うん、山本さんも1979年生まれで、はい、新潟県のご出身です。同い年なんですね。新潟からお前の芸能人出ないだろ。出ない、出ない、います、います。小林幸子さん。ね、小林幸子さん。小林幸子さん。そう、渡辺謙さん。あ、すごいね。すごいじゃないですか。はい。で、僕ですよ。そうじゃない。やらないって。シリツボビみたいな。なんだよ、三段落ちみたいな。落ちてもいないぐらいの。落ちてもいないぐらいでな。山本さん。そういうことで。いいんですよ。はい。戦時中の話は。そしてですね、ご実家がアリス美容室という。美容室なんだ。アリス美容室。母親が営んでおりまして。はい、継げばよかったのに。え、なんで芸人させてくんないですか。継がなかったの。継がなかったですよ。で、こう体制したのがいいじゃないですか、こうやってお笑いで。そんな喧嘩腰でいいじゃん。年寄り捕まえて、お前。先生がおっしゃるから。そうやってなんか、けんけん、これ、はい。ということで、継ぐこともなく上京されまして、そして生徒同士がお笑いコンビを組むことになった時に、相方が見つからなかった余り物同士でコンビを結成したということです。書いてある。書いてありますよ。一字一句間違えず言ってます。アドリブでしょ、磯山さん。最初に言った時に書いてなかったんだね。
ほっちゃんって書いてありますからね、これは。膨れますからね。ね、恐ろしい。そして所属する事務所もいろいろと転々しつつ、ね、はい、はい、活動継続し、2013年に太田プロに所属して、うん、はい、そうなんですよ、太田に。そうすると、2度目の M1 グランプリで4位になりましたね。はい、で、翌年のキングオブコントでもファイナリストになるなど活躍。ね、最近は有吉弘行さんの番組はじめ、うん、数多くのバラエティーから引っ張りだことなったタイムマシン3号さんが、ジバリーヒルズに登場です。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。大いに広いだな、やっぱり。いや、なかなか、かかりました。24年ですね。業界入って業界24年になりました。はい、そうか、同期だと。オードリー、うん、ナイツ、うん、まあ、ノンスタイルとか。うん、それだと俺らが売れたねっぽいんで、磁石とか、斜め45度とか。下を出す。斜め45度。斜め下それより売れてる感じですね。私も2000年デビューです。あ、同期ですか、同期なの、あら、まさかの。そうです、そうです。こんな漫談でやってたからね。こんな漫談でやってないです。そうですか。女流、女流漫談。佐藤事務所だっけ、佐藤事務所。漫談でやったことないですからね。すごい。メイズすごい。だ最初はもともとどこへ入ったんだっけ、アップフロントっていう。はい。はい。音楽事務所。そうなんです。篠崎さんだよ。篠崎さんです。わかるんですか、篠崎さん。篠崎さんの後、モーニング娘。出てきましたけど。順番合ってます篠崎と、モーニング娘。同等だから。そんなわけないでしょ。篠崎さんだ。篠さんっていうマネージャーがいたんだよ。そうです。もともとアップやってたんだよな。そうですね。古くは小柳ルミ子さん。そうですよ。渡辺プロにいて、はい、で、俺と同年一緒ぐらいで、はい、仲良くよく飲み行ってたんだよ。よく知ってんだよ。はい、そして、それが担当になったんだよな。そうなんですよ。キャンディーズさんのマネージャーさんとかもやられてたってことですね。そうですね。ダメプロだからみんな回る。そうですよね。で、その時代に、そう、篠崎さん20年ぐらい前ですかね。高田先生、僕一回お会いさせてもらったことあるんですよ。紹介していただいて。あ、篠ちゃんと一緒に。そうです、そうです。その頃は本当にもう、糞尿を見るような目で我々のことを。糞尿を見る。糞尿を見るような。どっちが糞でどっちが尿だよ。その住み分けはしてないんですよ。糞と尿分けてないの。ただ、それが肥やしとなり、今立派な大輪を。上手じゃないね。優しかったよ。なんか声回しちゃってね。声回しちゃって汚いな、お前なんか。その時見て、この糞とこの尿はなんとかなるかなと。はい、やで、何年いたの、アップフロント。13年ぐらいさせていただきました。兄さんだか姉さんだかあれだよな。兵藤ゆきねえが、はい。だから、直属の先輩が兵藤ゆきねえ。直属の先輩が兵藤ゆきなんだよ。お笑いの方がいなかったんで。兵藤ゆきに、礼儀とか教わるんだ、全部教わりました。礼儀が鎧と。はい。だから本当は夜中に呼ばれたりだとか、なんか今日来い、ね、今女の人呼べみたいな、なんかそういう世界だったじゃないですか。アテンド芸人みたいに言うの今呼べって。その時代ってそういうことを結構多かったじゃないですか。イメージはね。はい、でも当時、僕らのアップフロントの兵藤幸恵は1ヶ月後ポトフを昼に作るんだけど、来ないポトフ優しい。お昼間に食べに来ないと。そうです。で、いいね、帰りに一人ずつ押し花渡されて帰る。押し花優しい。優しい。しおりすんの、はい。本の。優しい会なんですよ。そういう集まり呼んでくれるの。そうです、そうです。芸人っぽい感じじゃなかったんです、だからね。なんだって、名古屋でずっとやってたから。そうですね。そうですね。よく知ってるよ。その、ラジオとかも一緒にやらさせていただいて。そうです、そうです。お世話になってますよ。それで十何年そこにいたの。いました。いましたね。使い込みかなんかで。いや、違いますよ。クビになったわけじゃなくて、お笑い部署が解体になったんですよ。あ、部がなくなったの。はいはいはい。もうちょっと。いなかった他に。そうなんですよ。そうなんですよ。うん。で、ちょっと、まあ、形としては放り出されたというか。うん。そこでいろいろ聞いて。違う、言い方があるんですよ。放り出されてんじゃん。お互い。お互い。お互いがお互い、利害が一致して出ていったというか。そんなわけないだろ。はい。ウィンウィンだから。そうそうそう。アップロードの社長、俺らいたこと知ってたか、本当に。会長に最後挨拶行ったら、はじめましてって言われてる気がするんですよね。なんか最後に確か。なんか目線はドキドキしてた。いやいや、なんせ、モームスの時代だったからね。もちろん。そうだって、モームスがすごいからな。勇者の方が、全員まではね、まあ、出てこなかった。だって、堀内隆雄さんとかもいらっしゃいましたし。そうだよね。大先輩ばっかりです。そうなんですよ。そんな中、M1 に残ったよ。ああ、そうですね。ああ、でもそうですね。M1 最初2005年に行かせてもらった時も、会社の中で、お笑いの担当のマネージャーがいたんですよ。でも、その人しかお笑いのこと知らないから、こういう大会があるんですって、社員にみんなビラ配ってたんですよ。M1 も知らないから。M1 グランプリって大会があるんですよ。みんな知らないから。会社の人がね。はい。うん。いや、だからそれぐらい、ちょっとお笑いには、まあ、疎いっつってあれですけど。なんで、他にやることいっぱいあったからね。そこから太田プロっていうのは何かきっかけが。なんで、きっかけが。やっぱり、この、フリーみたいになりまして、どっかにやっぱ入んなきゃっていう。そう、フリーだったよ。はい、一瞬あったんですけど、で、いろんな人に聞いたんですよ。もう各事務所の芸人。どこの事務所がいいかって。はい。全部聞いて、トータルやっぱり太田プロがいいってことになったんですけど、なんで私、僕としては、なんかいろいろ聞いたら、他の事務所は、いや、ホリプロコムはちょっとあれだよとか。
いや人力車ってさ、とか。もっとね、隣のグループ会社でしたけど。まあちょっとまあ冗談交じりに悪口言うじゃないですか。うん、それぞれ事務所のね。みたいな。ただ太田プロの芸人だけが、うん、あ、いや、うちの事務所いいと思いますよって悪口が一個も出なくて。出てこないわけだ。これ本当にもしかしたら、透明性のあるいい事務所なんじゃないかなと思って。透明性のある。透明性あるわ。ありますよね。透明性そのね。あの、あんまり条件もないしね。そうです。あの、優しいお兄さんも多いし。途中からやっぱりね、吉本さん入って勝負する度胸もなく、あ、まあな、で結果として太田プロ入れてもらってっていう、はい、だとよかったね、はい、それからもうとっとなくたもんね、だいぶそうですね、忙しくさせてもらって、太田プロ大体神奈月さんはじめみんな中途採用が多いからね、ああ、中途採用、どっか別の事務所から来た人が多い、確かに、ね、はい、ちょっと上にアルコ&ピースがいるんですけど、それもソニーから途中で入ってきたっていう、はい、そのパターンが多いです、ね、古くさん、鶴太郎さんもたけしさんも違うっていう、そうかそうか、だからよくたけちゃんだからしょっちゅう言ってたもんね。はいはいはい、社長とはいつもいつも話した。笑ってる。そうそう、あの今の太社長のお父さん。あ、はいはいはい、真面目な話ですから、こういうことで、たけしさん、こうしましょう、こうしたいんですけどね。はい、そんなことより、お蕎麦食べ行こう。そんなことより。本当の権力者の笑い方だよね。そうそうそう。そんなことより、そんなことより、仕事の話言ったらさ。僕らもギリギリ入った時お会いしました。あ、社長。はい。何度かお会いさせていただきました。そうですね。そっからも10年ですね。ここ行ったら、本当山本の芸風っていうかさ。あれどこでどうなったの、ね、お前こんなにお前こっち側っつうかあっち側っつうかさ、いや本当ですね、すごい明るいんだよな、明るい、あーパープ先生見てくれたんすか、山本、いやいろんなの見てるよ、全部見てるもん、本当ですか、全部見てるもん、はい、あっち側とこっち側まで最後見てるからね、うわ嬉しい、そうなんですよ、全部見てる、若林くんの番組ですかね、うん、きっとね、若林くんのね、そうですよね、こっち側の集いそう、いや僕もまあもともとこんな明るい人間だって思わなくて、もともとそういう素地はなかったの、はい、でもお笑い入ったらなんかみんなが暗いから、あれなんでお前ら暗いんだよって、勝手にこう消去法で僕は明るい方に残ってっちゃった暗いわけじゃないか、別にそうなのか、なんか端っこで普通みんなってあんまり、そう楽屋なんかあんまり喋れんだろ、そうです、そうですね、ブツブツ、うん、パーパー喋ってんの、パーパー、そうです、パーパーめっちゃ楽しくないですか、芸能界こんなに肌が合うなんて、気がついた、めっちゃ楽しいですよ、芸能界、高田純次みたいな24年目で気づいたんですよ、これは。いろんな有名人の人、綺麗な人会えるし、喋れるし、なんかライブとかタダで行けるし、そうね、めっちゃ楽しいですよ、ね、芸能界いいな、はい、芸能界差し入れ食えるし、一番明るいよ、差し入れ、すごいすごい、ね、地方に行ったらなんかすごくみんな、チヤホヤされるし、はい、チヤホヤされるし、めっちゃ嬉しくないですか、こんなやつは不祥事だな、気がついてこうそうなったんだもん、超楽しいです、でも最初やっぱり先輩がいなかったんで、こういう明るい感じので別に問題なかったんですけど、なんか太田プロ入ってなんかいろいろ先輩に、なんだお前と実力がないくせに明るいなみたいなことをいじられ始めた、いや有吉さんですよ、はいはい、実力ないくせに普通は自然界にいないんですよ、その弱いのに吠える生き物っていないんですよ、食べられちゃうからまあ なるほど、弱いな、そうなんかお前気に入らないなみたいなことでこうもともとそのさっき言ってたようにアップフロントだったからちょっと小山の大将というか、あそう、一番先輩ぐらいだったんで、一番上だってちょっと幅利かしてたんですけど、うん、いやそういうのをグッとくら圧を食らってあれなんでこの人たち俺のこと顔気持ち悪いって言うんだろうとかちゃんと言ってくるんですよ、うんうん、前の事務所そんなこと絶対言われなかったんですよ、後輩だけだったんで、うんうん、それ言わないよ堀内孝雄さん君気持ち悪いねジャンル違うし、言ってこないよ堀内孝雄はジャンル違うし、ジャンルが違う、なんかさ山本ってなんか気持ち悪いよねとか、人になんかもうざ嫌われてるよねとか言われるようになって、うん、なんだそれってだんだん言えるようになってて、あの日の気持ち悪いってとかって言ってるとだんだん周りも言ってくるようになって、自然と明るくなってきちゃったんです。よかったね。よかったよかった。有吉もあって、でももう有吉にハマっちゃって。いやハマってるかどうかあれですけど、サンデードリームもよく出てるもんね。そうですね。有吉のラジオに出させていただいて嬉しいですよ。面白いな。まっちゃんとはなんかあるんですか。いやついこの前だってね。この間も宮崎串間でイベント一緒だったからね。はい、うん、でもやっぱ明るいんですよ、あ嬉しい、あのバスの移動とか、あの電車で飛行機の時も明るい、はい、僕らはよく寝てる方ではあるんですけどね、うんうん、あと本当いびきがすごいんだよ、いや僕もちょっとね、うん、喉詰まってるんで、やっぱ太ってるからね、はいはい、それ嬉しそうに言ってくるんですよ、バス降りた時に、寝てたね、無呼吸だったね5秒止まってたよ、セック俺止まってたよバスのね、1時間の間に4回呼吸が止まったから、数えてるずっと俺、
そうだと思ったんだよ。揺らしてください、そしたら。揺らそうかなと思って、カッカーッそんなやってました。みんなやるのは普通にしてんだろ、山田清切のチェーンソーの上のことからさ。チェーンソー。ずーっとするからさ。無の呼吸ね。鬼滅の刃。でも本当やっぱお世話になってますし、俺一回聞きたかったんですけど、僕ら違うとこでラジオやってて、で、その時に、元乃木坂の松村さゆりちゃん。はいはいはい。で、松村さゆりちゃんと松村邦夫さんの違いは何だっていうコーナー作って。はい、松村邦夫のね。はい。一時やってたんですけど、違いは何だ、そのラジオで、いや、松村さんがって言うたんびに、俺の LINE にありがとねって届くんですけど、生放送あれ何、聞いてたのか。聞いてる、聞いてたのか。そう。なんかそういう時よくメール入れるのよ、僕は。あれを仕組みも入れてる。あ、そうなんですか。自分のこと言ってくれそうなやつとか聞いてます。早いわ。いや、さっきのテレビのあっち側こっち側とかもご覧になってるし。これだ、二宮くんだったからね。すごい。最後はね。すごかったね、全然二人でな。二宮くんそうでしたし。面白かったね。面白かった。ドームの話ばっかりしてましたけどね。先生もめっちゃメディアご覧になってますよね。ずっと見てますから。すごいな。すごい。部屋とかどうな、テレビとかなん、デイトレーダーみたいな、たくさんテレビあるような感じなんですか？副調整室みたいになってる。みたいになってる。そうですよね。集中できます、一個一個。カラーバーとか、カラーバーとか。ポーンとスイッチ変えないで。3カメ、4カメで変えない。全部スイッチ行く。家のバケモンじゃないですか、もう。こっち行って。デイブ・スペクター、スペクターと一緒。すごい、あいつの部屋もそうだもんな。全部モニターがあったの。全部。副調整室とか。基地だって言われてますよね。怪しい基地だったもんね。で、お前らそうなんで、一人者なんだよな。僕、独身で44歳、今年5年。まだまだするかと思ってました。してないです。してない、独身なんだよ。そうなんですよ。なんで、やっぱ理由があるわけ、結果の。いや、そんな、矢継ぎ早に言われてもあれですけど。そんな。大事だね、今。理由しかない。理由しかないでしょうけれども。そんなに明るいのにね。ああ、そうなんですね。明るくてモテない。明るくてモテない人。いいね、明るくてモテない人。いや、なんかやっぱり。一人コントみたいだな。え？一人コントみたい。よくないですよ。明るくてモテない人。よくないです。そんなキャッチコピーいらないですよ、僕には。いらない、そんなキャッチコピー。面白いな。いや、だからずっと、なんかこう、お笑い一生懸命やってたりとかすると、なんか、結婚をするの早くないと思ってたんですよ。20代とかで、早すぎるじゃないか。売れてなくて仕事がバイトしてるのに皆さん結婚したりとか。で、それが30になってもまだ。みんなでいるからね、結婚してる人いる。売れてるなんて自覚がないから、そんな結婚がおこがましいというか、相手の親に失礼なんじゃないか、こんな商売。相手の親。こんな商売やってる人間が。そこまで考えてる。親に挨拶まで。確かにね。親に挨拶まで考えてるわけね。そう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 。公務員と違うし、そういうことです。言えばいいんだろう。お前だって早かったんでしょ？僕はそうですね。逆に僕はずっとこう、長く付き合った彼女だったんで。いたの長く？そうなんですよ。いつから？長く。幼稚園ぐらい？いや、そんな長くないです。そんな長くない。そんな長いと何回か別れそうなんですけど。でも、14、5年ぐらい付き合って結婚。よく耐えてくれたなっていう。ずっとまあ売れない頃を知ってるわけだ。あ、でもそうです。本当に付き合いも長くてっていう。だから、僕はそんな逆に、なんですか、激しく遊んだ時期もないんで。今めっちゃ遊びたくてしょうがないです、なんか。今、なるほど。今、あ、そうか。はい。そうか。中野区引っ越したくらいの時にちょうど彼女が、ね。そうです、松原さん。川島商店街でバッタリ会ってね。引っ越しの時にね。そうなんですよ。これから引っ越すんだ、つってね。川島商店街で会ったじゃない。めっちゃ見られてるんですよ、松原さんに。うんうん、俺よく見てるよ。下からだと見られちゃう。商店街で会ってるの？会ってる時に、ちょうど引っ越しの準備でね。そうです、あれ、車で移動してたよ。あ、そうです。ここのマンションは安いよ、ここのマンションは不動産巡りやってたじゃない。え、子供もいんの？あ、今、はい。一人、男なんか。じゃあ、一方こっちは、じゃあ、東部まで一人行こうと。そうですよ。恋人もいなくて。王冠してな。こう自由。王冠はできて、おかげさまで最近ちょっと仕事バタバタさせてもらうと、王冠はできないんですよ。王冠で。いや、大田区で一番モテそうな感じするけどな。え、嬉しい。やりたい放題だろって。そうだって。ええ、一人もんだったら。関ちゃんが寂しそうな目で見てるもん。ああ、そうだ。モテそうなエピソード語るだろうね。関の方がなんか最近ストレス溜まってるというか遊びたい願望が出てきて。でも、昨今女性なんかこうちょっと厳しいじゃないですか。そうですよ。とか。12時深夜に帰って、次の日5時起きとかなのに、なんか高円寺の、ハゲたおじさん50歳と、なんか毎晩遊んでるんですよ。はい。どういう。50歳のハゲたそうなんですよ。遊んでんの？なんか一般の方なんですけど。おじさんどっか行くわけだ。おじさんとサウナ行って、帰ったりとか、公園でちょっと喋って帰ったりとか。二人で喋って楽しいの、そのおじさん。楽しいですよ。いくつぐらいのおじさん ?50 歳のハゲたおじさん。50歳か。50歳。合うんですね。じゃあ、合うんです。そうそうそう。話が合うわけ。独身でモテなくて、で、仕事もロクスポやってないから、常にこう、時間が合うんですよ。それでサウナぐらいの、もっとエロいとことか行かないの？エロいとこに行くお金もないですし、エロいとこに行ってもモテないタイプの男性なんで、要は、デブとハゲがずっと公園で二人で、ブランコ乗りながら、
最近スロット何出ますみたいな話を生き難しみたいな、お前生きるじゃねえ。そうなんですよ、リフレッシュできてね。それが唯一のなんかこう楽しみなの、娯楽というか、いや癒しで。でも分かるね、そういう人ってしがらみがないからいいんだよね。そうなんですよ、翌日の仕事に影響もないし、肩書きもないし、しくじったってさ大丈夫じゃない、落ち着くんですね。だからいや連れてくれよかったら、今日連れてくれよ、お前紹介したかったな。ラジオ体操のメンバー紹介する。あ、でもそういうことだ、松本さんにも紹介してあげてください。ラジオ体操のメンバーと一緒、お互いのしがらみがないって。さあ、ということでここでリクエスト曲いきたいと思います。山本さんのリクエスト曲、はい、リクエスト、何リクエスト、え、僕のリクエスト曲ですか。はい、バックナンバーですね。バックナンバーいいな。はい、なんか似てるな。確かに、良いです、似てるっていう思いがあるの。結構ね、そのボーカルの方と私似てるなんて、似てる、巷で言われてどうですか。え、バックナンバー写真来ましたね。え、どれどれ、こっちがバックナンバーさんね、で、こっちが山本さん。今写真来てます、二つ。結構言われることが多くて。あ、でもなんとなくだね。はい。うん、髪型が、うん。わかんないな。これぐらいだったら言わなきゃよかったよ、もう。こんなリアクションなら。そんなに言わなきゃよかった。15年以上の大会ですか？だよね。はい、そうですよね。ベテランと言われている世代が戦う第2回ザ・セカンドにエントリーしているということで、16年以上ですね、結成。100何十組出てたうちの一応32まで残らせてもらいました。残ったね。はい。はい、タイムマシーン、あ、ここにあるね、表が。はい、来週土曜にノックアウトステージが開催されて、うん、去年は、どうだったんですか？去年はベスト16で、1回勝って負けちゃいました、次に。決勝ポッドカード。マシンガンズさん。マシンガンズさん。そうだよな。はい。そうだよ。先輩です、僕らの。できるの、はい。で、マシンガンズ売れましたからね。そうなんですよ。確かに。でもあれだよ、はい、これ勝ち抜くと、はい、囲碁将棋が待ってんだよ。そうなんですよ、そうなんですよ、ね、トーナメントだからな。お詳しいですね。そっかそっか、そうですね。囲碁将棋はだってあれだろ、みんな面白い、うん、強いんだろ、やってますよ、現場で強いんだろ、ね、現場が、はいはいはい、そうなんですよ。あとどの辺が来そうなの、今のところ強いだと思うのは。そう、こだそうなのはしっかりわかるんですけどね。お前そういう考え方ばっかりだもん。いやいや、単純にマシンガンズなんかもう玉切れですし、もう、まあ、アドリブだけで言って多分あんま、アドリブだけじゃ持たない。反感を買うと思います。はい。ちょっと調子乗りすぎて。でもまあ、どこもね、死のグループというか、はい、全部死のグループ。いや、まあ、もちろん、もうそもそも死にかけがいっぱい出てるんですけど、寿命って意味で。寿命って意味の死のグループ。そういうこと言わせたらうまいな、お前。そうだ。そういうこと言わせたら。ボツするから。現実見ますから。それで言うと、東京、ボンチ？はい、ボンチさんが出ますね。はい、あの、B ブロックですね。勝ち残ってんの？ 5 番、5番。残ってます。はい、あ、すごい。ありだよ、お前。東京ダイナマイトさん。いらっしゃるんですけど、入ってんの、はい、さっき、関が言ってた、関太っていう芸名だって言った名前なんですけど、うん、東京ダイナマイトさんにつけてもらったんですよ。はい、そうなの、はちみつ二郎さんに。はちみつもいつも優勝候補、優勝候補ってずっと言われて長いな、そうですね。うん。うん、いや、だから、あとは、どこ戦いたいですね。そうか、少々も面白いな。うん、ああ、少々さん。はい。もう大ベテラン。などではもう、大ベテランですね。じゃあ、これが、いつ、近々あるんですか、はい、もう、いつですかね。そうですね。来週土日からそのノックアウトステージが開催されて、うん、っていう感じで、うん、また勝ち進んで、うん、なっていくっていう感じですね。テレビでやるわけね。そうです、8から、はい。セカンドでございます。はい。はい、それでは、質問じゃあ。さあ、ここからはですね、はい、ビバリー何でもベスト3に行きたいと思います。はい、今週はタイムマシン3号の2人に、ブレイクして大変だブレイクして。変なことをベスト3伺いたいと思います。では早速参ります。第3位は山本君。はい、時間がなくて出会いがないですね。先ほどちょっとお話しさせて。出会いとかないの？だってだから昔は飲み会とかそれ立ち会ってましたけれども、まあ、全くそういうのがなくて、うん、芸人同士飲み行くこともちょっと減ってしまって、マクロ仲間を受けて、うん、でまあありがたいですけど、夜中でもスタジオでこう若い子可愛いさ子とか出会うだろう、一応スタジオではさ、はい、まあ出会いますね。ただその後のその後のって一番やばくないですか？プロが DM 送ったりとか。そうか、そうか、マネージャーの味方大変だしな、はい、ま、事務所もいるしね。そう、この事務所にも何味方があるから。そうなんですよ。あと、やっぱり、アップフロントにいたときに、ハロプロの女の子と近かったんですよ、もちろん。多いから。だけど、それって、花園じゃん。いやいや、それって、一番我々からしたら近畿というか、うん、煮付け？そっちの近畿じゃなくて、少しよね。甘辛くに。甘辛く乗らせませんよ、松村さん。黙っててください。俺のは、俺のは拾ってくれないんだ。なんで松村さんが中心だよ。先生のボケで手一杯なんだから。手一杯なんだ。乗り込まれても沈むだけだから、この船は。よく来てくるの関ちゃんだけだよ。お願いしますね、まっちゃんのこと。なんかね、力ずくで止めるんでね。そう、だから、花園で、うん、共演者というか、そういう女性には一番行くなというか、話しかけんなって言われてたんですよ。そうそうそう。そうそうそう。それがいつまでも続いて、やっぱ共演者とかはちょっと恥ずかしくてというか。そうか、じゃないか。誰が見てるか分かんないし。出会い、出会い、あとは。はい。おー、時間もない、出会いがない。はい。
セックは？そうです。僕は今ちょっと困ってるのは、その、話すこととかが尽きてきたっていうのありますね。どういう、誰に尽きるのよ。いや、なんか今ちょっと、ラジオも3つぐらい、まあ、アシスタントも含めてやってたりとか、うん、あとまあ、自分たちの YouTube で近況喋ったりとか。その近況喋ってる。はい。ってなると、1週間でそんないろんなこと起きないのに。起きるわけないもんな、面白い。喋ることが尽きてきちゃって。尽きてきたって。だから、無理やりなんか、この前もヒッチハイクしてる若者いたから、うん、これ俺乗せた方がいいかなとか。なんか起きるんじゃないかと。そうです。面白いこと起きるんじゃないか。話しかけちゃいけないおじさんが公園に寝てるんだけど、うん、これ、話しかけたら面白くなるかなとか。うんうん、あ、そういうことは考えるわけだ。なんかそうなんですよね。うん、でも、無理して、行く話なんてそんな面白くなかったりだとか、うんうん、でも確かにちょっとエピソード作りたい成果わかんないですけど、昔はトゲトゲしくなってるんですよ、なんかちょっとやからに絡まれたら、うん、なんだみたいな向かってくるんですよ最近は。向かってくるんですよ。なんかこの前もなんかコンビニでアルファロメオの男と喧嘩したんですよ。なんかアルファロメオと、はい、怒鳴られたんで、アルファロメオと、はい、喧嘩したの。ファミリーカーが喧嘩してるんですよ。仲良くないのに変わってきたね。俺はファミリーカーなんですよ。ファミリーカーが俺をちゃんと止めようと思ったら、多分その青いアルファロメオのやつも入りたかったんですよ。でも俺の方が早かったから、普通に入って、で、コンビニ歩いてたら、後ろバーンって閉まって、てめえ殺すぞこの野郎って言われて。よかったよ。めっちゃ細いですよ、そいつ。高いね、声が。高いし、細いし、ちっちゃいんですよ。細いだろ、弱そうじゃん。てめえこの野郎、てめえ何やってんだよ、この野郎。レディースじゃないか。ちょっといいね、カセロさんみたいな感じ。マジでそんな、カセロさんみたいな。出る出る。で、俺、なんか、こんなちっちゃいやつに怒鳴られるほど、しょぼいんだと思ったらショックで、揉める気にもならず、すいませんでした。すいません。って言っちゃったの。言っちゃったんですよ。今、だから喧嘩してね、YouTube でも入ってきてよかったかなと思って。すごいな。すごいじゃないですか。なんか続いて第2位参ります。第2位は。はい、山本ですね。はい。体を張る仕事が多すぎるんですね。あ、そうか。今は。僕のイメージした45歳とかって、スーツバリッと着て、もうちょっと若手を回してたりだとか。そうだね、サンバ、はい。スポーツ選手、おいとかっていう、こう、言わしてるもんかと思ったら、未だに。傷が絶えないです、僕も。本当に。若手だ。若手のイメージになっちゃう。うん。体張ってんだ。基本的に太田プロ40代ってみんな若手だから。まだ若手ですか？若手だもんね。だって、あんまり流れが悪いから。そうか、循環しないのか。いや、未だにフラッシュコットンで燃えてみたりだとか、なんか、鳩よけのトゲトゲ、カラスよけのトゲトゲの上でのた打ち回ってみたりだとか。説明が足りないよ、そんな仕事ないよ、普通。絵が浮かばないよ。そうですよ。まあそういう体を張る仕事が多くなって。シェックの方は？僕はそうですね、ちょっと家族自販機の確保が。チビでかいの？まだね、2歳とかなんですよ。あ、そうなんだ。はい。で、ちょっと小忙しいとやっぱ寝てる間に出かけて。あ、そうか、会わないしな。帰ってきたら寝てたりとか。この前もうなんか3日4日ぐらい会えない日があって。で、あんま喋ってなかったんですよ。で、久しぶりに帰ったら、ただいまって言ったら、バーっと近く来て、あなたに会えたって一言言われて。え？子供が？子供が。あなたに会えた。わーわーとか、わーわーとか言ったのに。韓国ドラマじゃないんだ。いきなり。いきなり。すごい。あなたに会えた。うわ、すっごい喋ってると思って。出たの。あと、俺のこともなんだかよく分かってないんですよ。なるほど。なんか、パパじゃないんだ。パパというか、人間かどうかも分かってなくて。あれお前の体型だろ、お前。いや、なんか、寝てるじゃないですか。体型だよ。普通に寝てたら、グリ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 って聞こえて。え、何と思ったら、息子が小指を根元まで俺の耳に突っ込んでて。だからなんかもう、段ボール箱みたいなもんで。実験されてるんですね。実験されてる。どこまで入るんだろうみたいな感じで。おい、海馬触るなみたいな感じの。面白いな。海馬があるかどうか。すっごい入ったもん、それ。耳の奥に。そうそうそう。ちょっとコミュニケーション足りないから、奥さんも文句、ね、溜まるし。もう少し家にいるようにしないと。そうそう。ハゲたおじさんの時間帯だと寝てるかな。だから子供寝かしてからハゲたおじさんに会いに行ってるから。あー、そっかそっか。そこが難しいですよね。それじゃあ、1位は、CM の後で。はい、すいません。前だもんだって、一番いいスプラビットだったからね。あ、そっか。イエローハットからラジオの前のあなたにお知らせです。それはイエローハットのバーゲンセール。人気メーカーのタイヤが今なら最大1万2000円キャッシュバック。20日水曜日まで。詳しくはイエローハット店頭で。イエローハット。ねえ、ちょっとあなた、もし金利が上がったら住宅ローンどうするの？誰かに相談したいな。そんなお問い合わせとても増えているんです。
SBI シニアの住まいとお金では老後の住まいとお金について相談できる無料の電話窓口を開設しました。住宅ローンや住み替え、資産運用のことプロに相談しませんか。0120-666-357、 あなたもお気軽にお電話を。 0120-666-357 SBI シニアの住まいとお金。教育評論家の小木ママこと小木直樹です。すくすく育て子どもの未来健康プロジェクト、今週から番組傑作選をお送りします。お楽しみに。放送は今度の日曜朝6時4分から。中川家のレイジです。強しです。今日の中川家ザラジオショー、ゲストに学天則がやってきます。去年東京へ進出、恵比寿や中目黒でチャラチャラしてないか問い詰めたいと思います。余剰君は国分寺で地元野菜の美味しさに感動したそうです。東京の話も絶対に聞きます。放送は今日お昼1時から。続いて日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの福岡さん、お願いします。はい、はじめに埼玉方面から銀座までのルートです。三郷ジャンクションから三郷線と6号線を上ると銀座までは1時間5分、川口ジャンクションから川口線と6号線を上ると銀座までは1時間5分、美女木ジャンクションから5号線を上ると銀座までは1時間15分です。続いて霞が関から東名高速道路と中央道方面へのルートです。3号線を下って東名高速道路の海老田ジャンクションまでは1時間30分、4号線を下って中央道の八王子ジャンクションまでは1時間5分です。日本道路交通情報センターの福岡でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は1時30分ごろ中川家ザラジオショーの中でお伝えします。スポーツ伝説のナビゲーター滝本さなです。スポーツ、それは努力と挫折の繰り返しのストーリー。アスリートの栄光の裏側には隠されたドラマがあります。スポーツを彩る様々なストーリーと感動を伝えていく番組、スポーツ伝説は月曜から金曜の夜9時50分からです。続いてはラジオリビングです。今日は純金騎兵ネックレスのご紹介です。増山さん、お願いします。はい、お伝えします。今日は大人気の純金騎兵ネックレスを改めてご紹介します。先日ご紹介してお申し込み殺到しました。なんとか今回40本だけですが追加することができました。人気の理由はやっぱりお値段です。金の価格が高騰の中、2割引きという圧倒的に安い価格で用意できたからなんです。今世界的な物価上昇の影響でインフレに強い実物資産として金をこぞって購入している方が本当に多くなっています。資産を守るには金とも言われています。金の価格、過去5年間で金価格表を見てみますと日々変化はあるものの右肩上がり、なんとおよそ2倍。専門家は今後ますます上がっていくと予測しています。純金騎兵ネックレス 10g が税込み19万4千円、 30g は税込み56万8千円、そして一番人気の 50g は税込み92万2千円です。関東1都6県は送料込みです。お届け返品についてはお問い合わせセンターへ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 番までどうぞ。ミラース、渡辺美希です。渡見が新総合居酒屋を始めました。東京大井町の駅前にオープンした渡見のこだわりのレンガイは、焼肉の上村牧場、お寿司の寿司の輪、四川中華のワンズガーデンなど渡見グループの人気専門店が集結した新しいタイプの居酒屋です。サントリー山崎12年渡見ファウンダーチョイスも楽しめます。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計やブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999 1 5 7 9 9 9、出張買取はカメラの北村、
高価買取キャンペーン中。3月15日金曜日、磯山さやかの天気予報です。今日の関東地方の天気は晴れ、春の陽気の一日となりそうです。最高気温は17度前後の予想。花粉が大量に飛びますので、花粉症の方はしっかり対策をしてください。この後もゲストはタイムマシーン3号さん。さあ、はい、ということでですね、ブレイクして大変なことベスト3伺ってますけれども、はい、第1位参りましょう。第1位は、はい、第1位は山本くんから、はい、はい、ですね、住んでる家がバレるですね。バレたのこれ。住んでる家がバレるっていうのは別にまあいいんですけど、芸人だから、うん、YouTube を我々やらせていただいてるんですけれども、うん、YouTube って普通何人とかのチームじゃないですか、うん、ディレクターがいて、カメラマンがいて、編集がいてみたいな。それが後輩一人にやってもらってるんですよ、うん、全部、僕ら、タイマさんごと後輩一人3人だけしかいないんで、それ編集素人なんで、うん、もう家とか映すんですけど、モザイクの部屋番号ずれてるんですよ、パパパって。映っちゃってる。そう。で、席とか、平気でドッキリとかで、うん、僕の最寄りの駅から僕ん家まで平気で映しながら来るんですよ。ずーっと分かっちゃうから、ね。バレるじゃないですか、それって。分かりやすい。で、この前 YouTube 見てますって外で会ったんですけど、ついさっきも山本さんち下から上見てたばっかりなんですよ。ちょうどラッキーでしたみたいなこと言うんですよ、みんな。怖いですよ。ちょっと民度低すぎないですか、僕らの YouTube の視聴者。そうなの、はい。でも、やっぱり太田プロで考えると、山本の前の家バレの先輩としてはやっぱ松村さんなんで。あれはもうみんなにやった。みんな家知ってたし、だから同じ系譜なんだなと思って、この。そう、系譜としては。近所の寿司屋の人がね、全部地図書いてくれて、まっちゃんちゃんここだから、ここだから。同じ流れ、そのうち山本も出前のチケット配る。いらないんですよ、そんな流れ。遊びに来ることないですか、まだ。なんかね、消し印のついてないハガキが届くことがたまに。怖いですよ。ポスト入れてって、直接な、直接。俺もよく年賀状来てた。いらないですよ、その流れ。知らない方から。知らない人から。独身の先輩の仕事も。じゃあ、セックは、はい。僕一応今困ってるのは、食レポとかやっぱどうしても食べる機会が多くて。そうだからな。どうしても太るっていうのが。太る。太りますね。これもやっぱり。一日何食も食べるだろう、ロケロケ。あります。丼街道行きましょう。丼一日8杯行きますかみたいな。丼街道 ?45 ですよ、今年だって。丼街道。丼街道全部ゼロから行きたいんですけど、みたいな。こいつがやっぱり、なんか太ってるなと思ったのが、食レポで食べるご飯と自分の食事の確保は別なんですって。ああ、そうなんですよ。普通何食か食べる。食事で。そう。ロケ用はロケ用にお腹がある。そうらしいんですよ。あれ食べ物じゃないんですって。そうなんですよね。なんかずっとロケで食べるカツ丼ってカスミ食ってるみたいな感じがして。カロリーとしてはとってもいいんじゃないのかな。上だけしか食べてないんだ。やっぱ仕事ですし、コメント考えながら。そうそうかそうか。その脳みその回転で、はい。ほぼゼロカロリーでやってるんで。ゼロカロリー。でも家帰ってから、今日は晩ご飯食べたぞって思い出が欲しくて。この間さ、宮崎の串間でさ、漬け丼食べてる時の表情が一番うまかったね。一緒にご飯食べた時ね。その時の表情が本当のグルメレポーターだった。そう。カメラ向けられてなくてね。食レポ考えてない時が一番。本当に美味しそうにさ、知ってるあの姿がさ。いや、でもそうなんですよ。やっぱ仕事忙しくなってきて、例えば女性なのかお酒なのかって考えると、僕、食しかこう、楽しみがないというか。女性、お酒よりも、女性、あるな、食の方が。そうなるとやっぱり、家帰ってからも奥さんにバレないように、ちょっと缶ビール一本開けてみたりとか。一応奥さんにはバレないようにするわけ。なんかチクッと言われるんで。あ、言われるって言いながらこう、チクッと開けるとか。バレないように。バレないように。バレないように。かぶって。そうです。なんか、レンジで温めたいものとかも、残り5秒で取り消し押すとピーピーってならないんで。ゼロまでちょっとピーピーで奥さんにバレるだけだから。やっぱ奥さんね、体心配してるのあんまり食べちゃダメだっつうの。やっぱ言われますね。そういうことなの、食べちゃダメだって。そうです。もうちょっと絞ってって、やっぱ子供のこともあるし、すごい、奥さんってすごいです。やっぱ正論しか言わないんで。何も勝てないです、俺、ディベートで。勝てない。だと秘密で動くしかなくて。寝るときも大丈夫、いびきとかは大丈夫。一応シーパップつけて。あ、そうかそうか。でも、いびきがうるさいから、子供の耳のこと考えたら、隣で寝ないでとか。もう勉強だ、お前もう。ダメだ。疲れるの頑張れば頑張ろうと勉強だ。質問来てました。そうなんですよ。子供の耳な。食レポに関しては来てますの、のんさんです。タイムマシンのお二人、今食レポやらせたら一番だと思っていますけれども、目指す人は彦丸さんだったり、石塚さん。あ、目指す人どちらでしょうか。あら、やばい。どちらか。やばい。石ちゃん、石ちゃんなのか。これはどちらも取れないですよ、そんな。これ難しいことだね。パパ屋さんにしとこうかな。まあ、どちらも取らないっていう点ですけどね。どちらもすごいっていう。そうですね。そうだね。まあそうですね。
まあ、ちょっとね、あれでしたね。はい、パチョレクさん参ります、うん。有吉さんが最近パパになりました。あ、そうですね。お二人から見て、変わったなと感じることありましたか？変わったなって思うとこある、うん、でもやっぱり子供を守るためにより残虐性が増したような気がする。残虐性が。他者に対する攻撃性が。やっぱりライオンで言えば子供ができた方が、確かに。ライオンキングみたいな。噛み味、切れ味変わらずの感じがします。なるほど。それがすごいですよ。壁っていう番組で、丸とか×とか出すと、ピンポンブーとかあるじゃないですか。あれ×出されないで、最近僕、あれでぶったたかれるって言うんだよ。もうちょこちょこちょこ。叩きやすいしね。狂気になってんだよな。これ×なのか何なのか、何すかこれって。叩きやすいわ。そうそう。丸すくなったみたいな感じないですね、なんかね。まだまだ。はい。綿貫さんは、関さんは、有吉さんから、箸の使い方を怒られたそうですが、そうですね。他にも怒られたことありますか？箸の、そうか、ラーメンとか食べるときの、はいはいはい。箸の使い方が。下手くそだとやっぱりね、そうなんですよ。食レポ多いとね。はい。でもやっぱお前太ってる食レポも増えるから、こういうのちゃんとやっとけって言って怒られた。持てた、箸は。はい。ことはあります。あとはそんな怒られたことはないですかね。でもなんか、雑木林みたいな時一緒に歩ってたら。なんで歩くんだよ。飲んだ帰りとか。雑木林の帰りとか。あ、関、あの林のとこにトリュフあるんじゃないかみたいな。お前トリュフの匂いどうだわかるんじゃないかみたいな。1時間ぐらい言われたことありますけど。言われたら。山本さん怒られない。意外とね、僕ね、怒られないんですよ。怒られないの？はい。割と飲み行かせていただいたりとかするんですけど、俺は席の方が怒られて見たことあります。席の方が怒られるんだね。そうですね。こいつ箸の持ち方、パッと言われたとかじゃなくて、年末12月の31日、大晦日に、中華料理屋さんで、1時間軍隊みたいに、1、2、1、2、練習したの？はい、開く、閉じる、開く、違う、違う、クロスになってる。1、2、1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 、
TR コーポレーション。不動産売るなら TR コーポレーション。横浜で開発、造成20年の信頼と実績。拓亮建設グループ。TR コーポレーション。で、今すぐ検索。カバライ金の確認は0120-10-10-10。忙しくて時間がないあなたでも、カバライ金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔作った紫のカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと、30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのように、あなたが受け取れる可能性があるか、すぐに確認できます。まずは、0120-10-10-10-10-10 へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。福山雅治のお便りいきなり大笑い。高田先生ご無沙汰しております。そして磯山さやかさん、ビバリーヒルズをお聞きの皆さん、こんにちは。バウ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 、いや福山です。松村さんではございません。福山雅治でございます。ビバリーは今年35周年ということで、バー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 、おめでとうございます。私もですね、来年2025年をもちましてデビュー35周年になります。早いものですね。なんか日々を懸命に生きてたらあっという間に過ぎていくもんなんだなというふうに思います。高田先生もおそらく日々を思い切り楽しみながらラジオをやってらっしゃる。あっという間に過ぎてきた日々なのではないかなと推察いたします。いや松村さん、いや僕はもう衝撃でしたからね。松村さんは大河ドラマ博士マニアというか、なんというか、もうすごい。可能であれば大河ドラマ龍馬伝の名場面リクエストいたします。よろしくお願いいたします。さあ今夜10時からはですね、福山雅治のオールナイトニッポンゴールド、睡眠は金なりをお届けします。まあ、この睡眠というものがですね、日本は睡眠不足らしいです。寝てほしいのか、寝てはいけない、寝ないでくださいと言ってるのか、どっちなんだオールナイトニッポン。そんな番組をお届けしたいと思っております。福山雅治でした。すごいね。福山雅治さん、ありがとうございました。よく来てた。ビバリーの初期の頃からよく来てましたからね。そうなんですね。本当だよ。ありがたいですね。さあお聞きいただいたように、やろうってないのか。やってよ。薩摩と長州はチックと待ってつかせ。そうだよ。恩師はわしに逆らう気かに上司と貸しで言うがじゃってね。近藤正臣さんの真似をね、そうそう、福山さんもやってらっしゃったからね。喜んでたからね。今夜10時からですね、うん、本人の睡眠を福山が救う特別番組、うん、福山雅治のオールナイトニッポンゴールド、うん、睡眠は金なりをお願いします、うん、はい、ぜひ皆さんお聞きください、ね、はい。で今日のテーマが、寝不足、はい、寝不足の理由でございます。ます、ね、今日は、ね、うん、睡眠運動を考えようということで、黄昏マーガリンさんです。私は日付の変わる頃床に、あ、違うな、床につきます、うん、床についてもいいよ。床についてはダメですね。床につこうか床につこうかな、床につこうか、何か、何かについておけばいいよ。何かについておけば、はい、うん、私は日付の変わる頃床につきます、うん、朝は暴れん坊将軍を見るため、あ、いいね、俺も見てる、4時起きです。俺も見てるんだ、はい、かれこれ10年以上この睡眠サイクルです。しかし睡眠不足を感じたことはありません。おそらく脳がバグってるんじゃないかなと思います。暴れん坊見てるの4時の、暴れん坊見てるの面白いですよね。暴れん坊見てからニュースが始まるから、そうなんです。まっちゃんと同じサイクルだということでね、うん、ピンクの糸電話さん、高田先生、大人になったシャンシャン、テイラーさやかさん、こんにちは。こんにちは。寝不足の理由、なんだってテイラー、ハロー。のティーラーなんだよ。はい、寝不足の理由、先日小5の長女に長女
うん、クラスの男子が大人になったシャンシャンの真似をしてたと言われました。してたの学校で真似、うん、はい、シャンシャンやってる。それを聞いて以来その子はビバリストなのかと気になって寝不足です、ね、という。どんな大人のシャンシャン。どうもご無沙汰してます。ご健在でございますか。ご両親の皆様は。どうも大人になったシャンシャンです。その真似を子供がやってんだ。やってるんだって。クラスの男子、じゃあまっちゃん真似してるのかな。嬉しい ね、 嬉しいね。ジョイントしたいね、うん、ジョイントしてほしいです ね、 ね。バイカルアザラシさんは寝不足の理由は朝ドラブギウギですと。あ、いいね。もうすぐ終わっちゃうね。もう終わっちゃろ。リアルタイムで朝ドラを見られないので夜帰宅してから見ているのですが、うん、面白いので何度も見てしまい、うん、ついつい寝不足になってしまいます。アイ、ね、ちゃんが学校行かなくなったんですよね。そうなんだよ、うん、大丈夫だよ。不適切も終わっちゃうよ。お前不適切みんな終わっちゃうよ。3月いっぱいでな。はい、うちの近所の本屋さんもなくなっちゃうらしいんだよな。山下書店もなくなっちゃうんだ近所。参っちゃったよ。コロコロコロスケさんは家族が寝た後一人でイヤホンで好きな音楽を聴くのが至福の時間でついつい寝不足になってしまいます、うん、最近は中森明菜さんにハマってます。あ、セカンドラブだ、俺の持ち歌、うん、そうだったんですか。恋も二度目ならそう、ね、そっとっくりだからね。そう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 、大体あの3時くらいになったら先生が歌い出しますからね。杉高尾エツコバージョンで、ね、たくさんのメッセージありがとうございました。セカンドラブ、うん、セカンドゴロです。セカンドゴロ、恋ゴロです。歌わねえよセカンドゴロ。ラブだよ。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私は20年前息子の結婚式のためにカードで借金をしました。結婚式は成功しましたが翌日から借金返済のプレッシャーが。それでも18年かけ完済。完済後夫から過払い金の無料診断を勧められました。最初は疑っていましたが後日100万円を超える現金が戻ってきました。まだ電話していない人は疑いたい気持ちもわかりますが、電話だけはした方がいいと思います。電話代はタダですし、私は帰ってきたお金で夫との温泉旅行を計画中です。このようにキャッシング、カードローンの経験がある方には現金が戻るかもしれません。あなたも対象か無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ここでイエローハットからのお知らせです。今日3月15日金曜日から来週3月20日水曜日までの6日間、イエローハット各店舗ではとってもお得なバーゲンセールを開催中です。対象のタイヤ4本セットをお買い上げいただいたお客様に最大1万2000円キャッシュバック、また対象のアルミホイールを4本ご購入いただいたお客様にも最大1万5000円キャッシュバック。なおキャッシュバックには条件があります。実施店舗や詳しいキャンペーン情報はイエローハットのホームページをご確認ください。この機会にぜひお近くのイエローハットにお立ち寄りください。イエローハットはタイヤが安い。以上、イエローハットからのお知らせでした。ベリーベスト法律事務所より大切なお知らせです。建設現場でアスベスト、石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。対象は、大工だけでなく、内装、電気工、吹付工、左官、配管工、解体工、現場監督など。さらに、現場に出入りしていた方、運搬していた方も可能性がありますよ。特に、中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方、または、労災保険を受けた方や、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は、対象の可能性が高いです。対象者が亡くなっている場合は、遺族の方が対象です。大体の職歴と病状が分かれば、あなたがいくらもらえるのか、無料で確認できます。お電話は、0120-70-7000番。70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。続いてハロー千葉です。千葉から生の情報をお届けします。千葉支局の小田涼子さん、こんにちは。はい、こんにちは。千葉市中心部ではこの時間コートを脱いで歩いている方を多く見かけます。さて今日は小湊鉄道から春の行楽にぴったり観光急行のご案内です。運休している里山トロッコに代わり、明日16日土曜日からレトロな車体で人気の機動車
キハ40型で行く観光急行を運行します。対象列車は下り1号と11号、馬立駅、上総鶴舞駅、板部駅に停車し、観光の時間を設けているので里山を楽しむことができますよ。この3駅以外での乗降はできませんのでご了承ください。また限定の企画もご用意しました。車体には観光急行オリジナルのヘッドマークを装着するほか、元フジテレビアナウンサーの酒井正幸さんによる車内アナウンスで沿線のガイドを聞けますよ。座席はボックスシートとロングシートがあり、全席指定です。観光急行のご予約、また詳しくは小湊鉄道のホームページをご覧ください。以上、千葉のスタジオから小田良子がお伝えしました。小田さん、ありがとうございました。あの人にお花をプレゼントしたい。だったら茨城のお花ね。茨城のお花？バラや菊にカーネーション、グラジオラスなど、茨城はお花がたくさん栽培されているのよ。へー。あ、お花屋さんだ。すみません、茨城のお花ください。ちょっと、お花もいっぱい茨城。 JA グループ茨城。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。現在キャッシングやカードローン経験者を対象に現金が返金されています。例えば4万円程度でもお借り入れを繰り返すと27万円を受け取れる可能性があります。あなたが受け取れるのかは電話で確認できます。受け取れるかの確認に費用はいただきません。周りの方に知られることもないし、しつこい営業電話もありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 であなたが受け取れるかご確認ください。イエローハットからラジオの前のあなたにお知らせです。それはイエローハットのバーゲンセール。人気メーカーのタイヤが今なら最大1万2000円キャッシュバック。20日水曜日まで。詳しくはイエローハット店頭で。イエローハット。うちの農地いつまで貸してたっけ？そろそろ契約が終わる時期じゃない？更新の手続きってどうすればいいんだっけ？令和5年度から農地の貸し借りや更新の方法が変わっています。まずは市町村に確認を。ご相談なら千葉県農地中間管理機構へ。お前と会った中店の歌うはマキタスポーツでございます。月曜日ゲストでね、来るから。歌う浅草キッド。そしてですね、ドラマできますね。伊集院さんメール来てます。伊集院さんが新番組の挨拶に来たのに、はい、高橋先生が俺が10分早くやるよって笑った。まだ始まってもない番組をなんとか潰そうとしてたのが最高でした。リスナーとしても生の掛け合いが楽しみなので、やっぱり伊集院さんには月金だけでも10分の生放送をしてほしいです。それはそうだ、月金だけでも、ね、そうですね、はい、毎回来たら面白くないですかね。面白いよ、本当いいですよ ね。10分だけ喋って帰るって、ちょっと寄りましたみたいな。はいよ、運動にもなります。さあ、ここでビバリ名シールの当選者です。府中市の、あ、違うな、調布市のアップリケさん、大田区のスルテートさん、一宮市の須吉十吉さん、以上3名様です。おめでとうございます。はい、というわけでございまして、はい、毎週金曜日は、週刊 IQ クイズとオールスターでしばれ回答募集です。クイズです。クイズは芸能、はい、スポーツ、希望のコースと電話番号忘れずにお願いします。ヒルズアットマーク 1242.com までお願いします、はい。さあ、来週なんですが、月曜日がマキタスポーツさん、はい、月曜日はマキタスポーツが登場です、はいはい。そして火曜日はお父さんは鳥羽一郎さん、おじさんが山川豊さんという演歌ファミリーに生まれた木村哲二さんがゲストです。すごいね、血筋が、演歌の血筋が、はい、血筋なんですよ。すごいな、若手の演歌歌手という感じですね、はい。そして水曜は伝説のビッグバンド、ラテン音楽の魅力をお届け、そうです、東京キューバンボーイズさんやってきてます。ものすごい数いるよ。おー、ずわーっと来るのかな、セレクトされるのかな、代表が来るのかな、はい。
そうですね、なんてかだと思いますけれども、みんな来たら大変だ、はい、目標はドラマ不適切にも程があるが盛り上がってるということで、うん、80sリクエスト募集中です。80年代ね、はい、いいな80年代。そして金曜はこのメンバーでお届けいたします、はい、そしてこの後1時からは中川家のザラジオショーです。今日はバク転速のお二人がゲストです、はい、はい、というわけでございまして、引き続き、さあ松村君もいよいよあれですね、野球が始まるから。そうなんですよね、楽しみですね、はい、阪神ようやく勝ちましたんで、はいはいはい、うん、あとあの漫才協会大講師、はい、in 角川シネマ有楽町なんですけど、あの漫才協会ザムービー、今日はですね、はい、ナイツ花輪さん、そして大空雄平さんが舞台挨拶するということです。ぜひ、はい、ともということです、ね、夜の会です、調べ、はい、てください。素敵に過ごしてください。今度月曜日、はい、さよなら。日本放送の相談事業、生活の窓口。暮らしやお金に関する不安や悩みを一級ファイナンシャルプランナーが解決に向けて公平・中立な立場でアドバイスいたします。相談は無料。詳しくは日本放送生活の窓口で検索。